はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、どうもサコムです。カミシシです。はい、すげえ絵面になってるかなと思うんですけど、ああ自分からするとめっちゃもう前も言ったんですけどヒーローがやってきたみたいな。何をおっしゃってるんですか、坂本先生。いやいや、先生に先生って。いやでもね、このチャンネル桜沖縄の声には、はい、まあ、いろんな専門の先生がいらっしゃるじゃないですか。でやっぱり坂本先生も自分なりの世界を持ってて、私はいつも勉強になると思って、私生徒のつもりで臨んでるんですよ。はい、基本的にプロの聞き手なんで教えてほしいんですよ。あ、分かりました。今日もなんかいろんなことを教えてくれるということで、はい、私今日楽しみに来たんですけど、はいはい、今日のテーマがですね、はいはい、あ、特大ブーメラン、沖縄県庁から PFAS 流出。 PFAS は聞いたことあるけど、はい、なんか米軍基地からなんかいけない薬っていうか、はい、いけない薬って言ったらあるよな、はいはい、有害物質。そうです、はい、うんうん、まあ、それのニュースでですね、うん、まずちょっと一回ニュースを見ていただいて、はい、それからまずこの PFAS って何ぞやっていうのを、何ぞや、はい、うんうん、それを知らないとちょっと話が難しいので、うん、あ、そうですね、まずニュースを、見ていていきたいなっていうふうに思います。 PFAS 含む消火剤、沖縄県庁から流出、うん、地下タンクで保管中、はあ、久茂地川で微量検出、はあ、俺の久茂地川に釣り場なんですよ。あ、久茂地川が、はいはい、その浅戸川と久茂地川、私は。あ、そうなんですね。あ、なるほど。ちょっと腹立たしいなと思いながら、あ、そうだね、ニュースを見てたんですけども、うんうんうん、はい、沖縄県が、那覇市泉崎の県庁で保管していた有機フッ素化合物 PFAS、うんうん、あ、有機フッ素化合物のこと言うんですか。そうですね、これ、英名があるんですけどちょっと忘れてしまったんですけど、うんうんうん、その略称ですね、はいはいはい、を含む消火剤が流出していたことが26日までに分かったと。関係者によると、うん、県庁の地下のタンクに保管していた消火剤が減っていることが発覚した、うん、はあ、検査によって、県庁周辺の久茂地川などから微量の PFAS が検出されたという、県は近く正式に、発表する見通しと。一応県知事がそのニュースの翌日の夜中に一応すいませんでしたという謝罪はしたらしいんですけど、うん、一応確認、県庁から出たんですか。県庁です、県庁です、はい。え、でも沖縄県って米軍に、いや、お前なんかお前なんかやって文句ばっかり言ってましたよね。そうなんですよ、はい、で自分なんかのとこが出た、出たっていう、まず持ってたっていうことです。持ってたってことよね。これなんで、はい、うん、でこれ前から、うん、うちの番組でやってたのが、うん、この米軍に口で PFAS の問題をやってるけど、うんうんうん、多分あれ民間地にも公共機関にも、うん、あるやつだから、うん、絶対これをやりすぎると、うん、ブーメランで帰ってくるよねって話をしたら、もうすでに番組でされてたんですね、はい、あ、はいはいはい、そしたら、うん、ブーメランだったっていう。まさにブーメランだね、はい、もうなんか言うなれば、あの、何ですか、大本営みたいなところに刺さってるじゃないですか。これ結構大ブーメランだよね。そう、沖縄県とかも県知事がもう、うん、米軍が漏れてるよって言ったのを、うん、ずっとニュースでもやってきて、うんうん、でそしたら自分たちのところから漏れたっていう。笑ってるけど笑えない話だよね。そうですね。なんか、うんうん、あの新州のなんかお笑い米軍基地みたいな感じが。そうだよね。これネタに使った方がいいんじゃないかなと思って。新州のお笑い県庁、はい、一応笑えないっちゃ笑えないんですけど、うん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 、じゃあその PFAS とは何ぞやっていうのが、そもそもみんな分かりにくいっていうことで、で私もちょっとまとめているんですけれども、うんうんうん、おさらい、 PFAS とあの PFOS、 PFOA ってもう文字の並び似てるじゃないですか。似てるね、はい、これがバラバラに来てたんですよ一時期は。あのニュースによって PFOS だったり PFAS だったり、安定しなかったんだ、はい、不安定だったので。物質的には同じものなんですか。ですね、これが PFAS っていうのが、うん、4000種類とか1万種類以上あるとか、あ、そんなにあるんですか、はい、言われてるんですよ、うんうんうん、でそのうちで、うん、特に発がん性、うん、毒性があって発がん性が指摘されている、うん、ものっていうのが、うん、PFOS と PFOA なんですよ。あ、そうなんですね、はい、で指摘されてるので、うん、あるって断言もされてないみたいな。あ、でも、まあ、毒がありそうだから使わないようにしましょうねっていうのは、うん、まあ、いいあれだと思うんですけど、うんうんうん、あのなんか健康食品とかでもあるじゃないですか、何々が、うん、報告されてますみたいな、うんうんうん、効果が報告されてますとか断言しないじゃないですか、うんうんうん、で薬品とかでも効果が認め、あのちゃんと薬事法とかでこう決まってないものをこう断言することができないみたいな雰囲気があって、でまあこのそれぞれもですね、一応なんていうかな、 WHO でまあ毒性があるよってやって、で日本の法律でもあのそれぞれ2010年 PFOS が2010年 PFOA が2000
21年に、うん、一応これはもう国内で製造したり使ったりはしないでおきましょうっていうふうになってるんです。使うっていうのは使用禁止になってるのかな。だけど使われてるんですよ。なるほど、うん、はいはい。でそれがまだ撤去が進んでなくて、うん、県庁の中にあって、うん、で、まあ、消火剤ということで、うん、でどういう用途に使われてるかっていうなんですけど、はいはいはい、なんでそこにあったかでもね、はい、そうですね、うん、まあ、性質がですね、水とか油をはじくっていう、うん、ああそうなんですか。ああはい、大体どっちかじゃないですか。水は弾くけど油は吸い取るとか、ね、水と油って言葉があるぐらいだからね、はい、で両方を弾くよっていうのと、あと熱に強いよっていう、あ、うん、そうなんだ、特徴があって、あとまあ、うん、なんで毒かっていうと、この自然分解がなかなかしづらいっていうのがあって、うん、あ、そもそも自然界にはないものなんだ、ね、はい、化学物質なんですね。そうですね。ああ作ったものなんだ。もう人間が作ったものなので、うん、で似たようなもので言ったら、あの昔、公害を起こしたので、うん、PCB とかですね、 はい、あれも、自然にないもの、うん、で、あと自然にあるものでめっちゃあの毒っていうか、この肺がんの原因になったのって、うん、アスベストとか、ね、アスベストね、はい、未だに問題になるとかあるから ね、古い建物とかね、 ありますね、はいはいはい、で、ああいうのは頑丈すぎるのは結局毒って強いんじゃないかな。自然分解がならんどとかって、はい、自然にあったものとしてもね、はい、うん、頑丈すぎるのは頑丈だから、うん、割と毒なものが多いのかなって、まあ、はいはいはい、個人的なこの解釈をしています。で用途が今ありました、うん、泡消火剤、それで県庁にもあったっていうことか。そうです、そうです。あ、はい、なんかのもし火災があったらそれで消火するってこと ね、用途としては、はいはい、で一般的な火災だと水かけたりするけど、うん、例えば油火災だとそこに水かけると、うん、余計ね、はい、あの飛び散ったりして危ないので、はいはい、その泡で包んで二酸化炭素を遮断する、うん、熱を奪いながらってい こう消火の仕方をするので、それは世の中にはいろんなところにありますよね、はい、そうです、そうです。で、うん、そうするとあの、ま、で一番大きい火災になりそうなのがあの航空関係とかですね、うん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 、あとは自動車関係でから、うん、地下駐車場とか一定規模の立体駐車場にも使われてますよと。あ、うん、それを一生懸命県の人なんかは、うん、基地から漏れてる漏れてるして文句言ってたんだよね。で、まあ、基地から漏れてるのは間違いなくて、うん、あの航空基地とかだとそういうのがあるし、うんうん、まあ、油みたいなの使うところだと、水かけられないところだと泡消火剤に頼らざるを得ないっていう。あ、なるほど、はい、あります、うんうん、あと身近なところで言うと、あの撥水加工、はいはい、うん、にも使われて、あの防水スプレーみたいな、はいはい、そうです、あの、うん、靴とか洋服とかに、はいはいはい、あの雨がっぱとかに水が漏らないようにってあるのにも使われているとか、使われていたとかですね、あとは、うん、PFAS 全体でいうと、うんうん、あの食品の包み紙にも使われてるって言われて、包み紙、はい、どんなのかな、はい、例えばファストフード店の、これ会社名言ったらあれなんですけど、あの包み紙にも使われてて、そこの会社としては2025年までに全部撤去しますって言ってるので、確かに持ってるだけでは、はい、あのバーガーの汁とか垂れてこないような、そうですね、のそのために、ね、油がつかないとか、はい、そうだね、そういうのね、使われてるので、うん、意外といろんなところにあるよ、使われてますね、はい、はいはいはい、が PFAS ですね、うんうん、でその中で毒性が強いんじゃないかって言われてるのが、うん、PFOS と PFOA、うん、という、まあ、理解をしていただき、はいはい、なるほど、はいはいはい、でそれで、まあ、ニュースをまた読み取っていきましょう。地下からあの有機フッ素化合物 PFOS 流出、県は公表せずと、ずさん管理に批判、これあの産経新聞さんのウェブ版なんですね、はいはいはい、まあ、ちょっと産経新聞さんといったらどっちかといえば、うん、あの保守サイトのやつなんで、ちょっと語気が強めになってるのかなという感じがするんですけど、ニュースは一緒なんですけど、県は流出したことを把握していたが、これまで公表しなかったと。県が、はい、俺、私インチキと争いと水かけ論が大嫌いなんですけど、はいはい、そのうちの一つですね。そうですね、インチキですね。まあまあインチキといえばインチキなんですけど、うん、でこれも後でちょっといろいろお話できればなと思ってるんですけど、うん、で令和2年にですね、あの普天間飛行場から流出した際は、うん、沖縄県は強く抗議したほか、あの、うんうん、翌年にうるま市の米軍施設、陸軍貯留施設っていうのを、うんうん、ところから、流出した時は米軍が1日遅れ通報した際にも批判してたと。何でもすぐ言わないかって文句言ったんだ。そう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 、すぐ言わないかってね。はいはい、ああ、なるほど。もうそれで言うと、もう沖縄県庁はってなってくるっていう。インチキ。はい、
で、まあ、デニー知事は、今月19日ですね、国連人権委員会の有害物質及び廃棄物に関する会合で、うん、米軍の PFOS 問題などを取り上げ演説する予定だったと、うん、予定だったんだ、はい、本当は、はい、で、うん、言わなかったんだ、はい、時間の都合で演説できなかったが、うん、米軍の管理を批判、体制を批判しながら県民自らずさんな管理をしていたことに県議会でも厳しい批判が上がっている。これ時間がなかったっていうのはなんかインチキっぽくない？うん、なんかそういう口実にして実はもうできんかったんじゃないかなって気がしますよね。でこれ時間があってやってたらもう大恥ですよね、世界に。もう大恥どころじゃない、さらすっていうか。でそれも次の記事を見ていただければと思うんですけど、これは沖縄タイムスさんの翌日の記事なんですけど、それの一部なんですけど、あの県庁の地下駐車場で今年6月、人体に有害とされる有機フッ素化合物 PFAS を含んだってなってるので、県側は漏出を把握してから約3ヶ月間公表してなかったんですよ、うん、で1日でも文句言うのに、うん、3ヶ月公表してなかったっていうのがあって、うん、そうすると6月っていうのが今回分かったっていうのがこれが出てきてて、じゃあ3ヶ月間何してたのっていう。この新聞社も本当知ってたんじゃないんですかね。もしかしたら噂は聞いてたよみたいな、なんかどこでも突っ込まなかったんだ、どこぞの事務所みたいな感じがあったのかなっていう気がするんですけど、うんうんうん、そうか、うんうん、まあまあ、はい、都合はあるんだろうけど、はいはいはい、で、うん、あれなんですよね、こういう、有害物質系の事故でよく言われてるんです、うん、その界隈で言われてるのは、うんはい、流出事故があったことよりも、うん、流出したことを、公表を遅れることに批判がいくらしいんですよ。ああ、うん、そのみんなの人の心理として、だからすぐ公表するのが鉄則なんですよ、うん、このリスクコントロールとして鉄則なのに、うん、沖縄県庁はそれができてなかったっていうのがちょっとお粗末だなっていう、うん、お粗末どころじゃないな、うんうんうん、だから那覇市が、流出事故があったんですけど、あれも流出した時にそれが泡消火剤が出た時に PFAS が入ってるか入ってないかっていうのを把握してなかったっていうのはちょっとおかしいんですけれども、うんうんうん、出た時にすぐ調査に入って、うんで、あれ検査するのに結構時間かかるんですよ、うんうんうん、だから割と早く、まあ、3週間後ぐらいに出てたので、うん、それっていうのはあ、まあそれは良かったんじゃないのみたいな、うんうんうん、早く公表したっていう意味では正しかったけど、うんうん、あのもう減ってるの分かってるのに公表しなかったっていう段階で、うん、もう多分その界隈で言ったらあの全然もうなんていうかな、あなんか県庁の人って優秀だはずだけどなっていう心理としたら、うん、バレンカったらラッキーじゃんって思ってたのかなですかね。どんなことなんでしょうね。でも、うんうん、あの心穏やかじゃないと思いますよ。確かにね、うん、でいつバレるんだろうってね、はい、で特にあのうちの番組ってずっとこのいつかブーメランになって帰ってくるんじゃないのみたいな言ってたんだもんね、うん、あのもう心穏やかじゃないなつまり今日はほら見ろっていうことだな、まあまあ、今日はまあ、簡単に言うと、まあうん、やっぱり的中しましたねっていう、うん、そうだね、すごいすごいすごい選手、ありがとうございます、うんはいはい、でもこれは民間地にもあるので、うんまあ、例えば火事の現場とかで、うんうん、水消火が効かなかったから泡消火使ったよとかって履歴とか調べたら、うん、いろんなところから絶対出る、うん、それは出ますよ、はい、出る出る、はいうん、だそういうもんなのにその米軍基地のものだからって言って騒ぎすぎたためにこういうふうに帰ってきたっていうのが、うん多分問題なのかな、うん、あの環境問題とかってあの自分あのジュゴンのやつとかも調べたことあるんですけど絶対やっちゃいけないのは、うん、環境問題にイデオロギーとか基地問題とかを混ぜちゃいけないんですよ、うんうん、ダメだよね、うん、それを混ぜると絶対後でボロが出るので、はいはい、だから環境問題は環境問題でやるべきことで、うん、PFAS の問題もやるべきことだと思ってるんだけど、うん、そこにあの米軍基地がどうのとかそういうのを持ってきちゃいけないっていうのが、うんうんうんまあ、私はそうですよ、まさにその通りだと思います、はいはい、で、うん、この今ニュースをですね、うん時系列でまとめてみたら、はい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 、ちょっと分かりにくいので時系列でまとめてみたっていうのがあるんですけど、うんうんうん、まずあの普天間飛行場 の, あ, の、うん、あれ何側だったかな、内泊まり側かな、ごっぱち側っていうことね、はい、内泊まり川っていう川の周りで、うん川ねはいはい、泡消火剤が漏れたことがあって、うんうんその時にも抗議をしてるんですよね、うんまあ、あれ結構問題になって、うんでまあ、その2011年の6月に、また、うるま市の陸軍調理施設この、うん燃料タンクですね、うんまあ、燃料を使うので泡消火剤があるということで、はいはいはいまあ、そこでも、PFOS を含む
あの汚水が漏出して、うんうんうん、まあ先ほど言いました通り翌日でも抗議したよと、うん、はいはい、遅いって次の日ね、はいはいはい、で次に起きたのが、今年なんですけど6月、うん、2023年の6月に、まあ、何日ってちょっと書いてなかったんですけど、うん、県庁地下駐車場で、まあ泡消火剤が漏出したよと一部が雲路側に行っての今回のニュースなわけです。これはもう知ってたんだ、はい、県は、はい、知ってたけど言わなかったと。そうですね。 で7月に、那覇市の、共同プラザっていう、うん、あれ那覇市メカル新都心にある施設で、はいはい、泡消火剤が漏出しても泡だらけになって、はいはい、でこれを翌月に、うん、検査した結果を公表したら、うん、国の暫定指針値の換算で20万倍そりゃすごいわ、はい、でその後にちょっと関連することとして、うんうん、今月ですね19日に国連で人権理事会で、うん、玉城知事が演説してるんですね、はい、うん、で PFAS 関連の発言はしてないんですよ、うんうんで、らしいんですよね、うん、で、まあ、会議超過、時間超過ってことは発言できなかったってなってるけど、うん、6月に知ってたから、うん、俺はだから嘘、やっぱり嘘だよな。だから嘘だよ。知ってないっていう方が嘘だろうな。時間の問題にするのはインチキだと思うよ。で、まあ、PFAS なくそうっていうふうに言う分には別にいいと思うんですけど、うんうんうん、これを米軍基地のあれにしようとしたから、ちょっとおかしい。これは無理があったな、はい、うんうん。で、26日にニュースに、うん、漏出のものが、複数の関係者の取材で分かるだから、公式ではないよと。はいはいはい。でそれを、議会で分かって、うん、でその時にちょっとなんかおかしなことが起きてて、うん、県議会が始まっててですね、うん、そこの中で議会担当の県職員が飲酒するっていう飲酒したっていうのが出てきて議会中になんでそこのタイミングで飲酒するのってもう飲んでないねってやってられねえよみたいな、どういう意味でのやってられねえだったのかね、うん、バレちゃしょうがねえから飲んじゃえってことかな、でもうどうでもよくなったのか、それとも飲め飲めってやって、はめられたか、はい、はめられたか、うん、でこうやるとこの問題が出ることによって、うん、PFAS の問題がちょっと薄まるじゃないですか、うん、それ確かにな、酒で割ったみたいな、そうだな、うんうんうん、で、うんうん、それを PFAS を酒で割ってるみたいになって、うんうん、そこにそらそうとしたのかなっていう雰囲気がちょっと感じる、あ、世の中の大きな流れの中で、うん、隠したい問題が出た時には、はい、ちょっと話題になることをぶち込んで、はいはい、それをごまかそうとする流れはあるね、はい、確かにあるね、はい、それもその一つかもしれないってことだな。そうですね。あ、はいはいはい、でそこでちょっと思い出したものがあるんですよ、はいはい、なんで今更っていうのがあって、うんうんうん、このニュースなんですよね、市長が美女とホテルへっていうPR 動画って、いきなり話が変わったんですけど、浦添市の松本市長と、うん、浦添市 の、この担当部署と、うん、あとこの TikTok ってこのショートの TikTok、はいはいはい、動画の、うんうん、SNS で、うん、このクリエイターとでこう、うん、浦添市の PR 動画作ったんですけど、うん、はいはいはい、それがちょっと生々しい感じの、あ、そうですか、うん、私 の、 アルゴリズムではたまたま TikTok も見ますけど、はい、それを見たことがなかったので、はい、私初めて知ったんですけど、はい、そういった動画が流れたんですね、はい、流れてて、まさか本当に言ってないですよね、はい、それはないんですよ、でそう思われるから、うん、それ市の PR を作ったけど、はい、ちょっとそれが生々しいとちゃうかって突っ込まれたって話、はい、そうですね、うん、でそれがセクハラだってなったんですよ、はあ、うん、そうなんですか、見てないか分からないけど、うん、まあ、自分自身も見た時に、うん、まあ、感想としてどっちとも言えなくて、うん、まあ、市長とかこの役所の人がよくここまで踏み込んだなっていうのもあれば、うん、若干役所が作るにしては品はないかもしれないな、まあ、アバターもエクボでね、うん、エクボもアバターになる可能性があるからねそうですね、見る人によってどう撮るかだよね、どう撮るかってあって、うん、ただこれがさっきのニュースで見たら、うん、6月の話なんですよ、あ、6月、はい、あ、そんなに前に、はい、で6月の話なのに、うん、9月になってこれが問題になって、あ、そうなんですか、謝罪、松本市長は、浦添市の松本市長は謝罪会見までしてるんです、あ、これって新聞の記事になったんですか、あ、もうなってます、全国のテレビニュースになってたりとか、あとネットのまとめサイトとかにも記事になってるぐらい、そうなんです、はい、私 もうな、新聞もテレビも今読まない見ないし、うん、他になかったけど、はい、そういうことになってるんだ、なってるんです、松本さんは今、はい、そんな立場にいるんですね、いるんですよ、なんでじゃあこの6月の話が今出てきたんですか、はい、でこれをですね、うん、先ほどの時系列に足してみたんです、はい、はい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 、うん、2023年6月って何があったかっていうと、うん、県庁地下駐車場で、うん、PFAS を含む泡消火剤が漏出したと、さっき言ってたね、はいはいはい、漏出したのが6月なんですよ、6月で、この TikTok の動画が全部、うん、配信し終わったのが6月なんです、
配信し終わったのが、はいはいはい、6月までにっていうので、うん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 、もうその時に終わってるんですよ。でもしかしたらこの PFAS 問題がバレた時ぐらいに、バレる前ぐらいに、うん、この、 あの浦添氏の動画がけしからんっていうのを火を焚きつけて、この時もなんか炎上してたんですか、はい、じゃあ。あ、まあまあまあ今だけじゃなくて、はい、当時も。いや、 その時は何にもそのニュースにもなってなかったんですけど、うんうんうん、突然9月の22日、まあ、9月に入って、うん、それはセクハラじゃないのとかっていうのがボーンと拡散してるっていう、なんで3ヶ月遅れでみたいなのが、こちらはきな臭いな、うん、はい、ああそうですか、はい、で9月22日に市長が謝罪するっていうに至ってるんですよね。このタイミングがなんか非常にリンクしてるっていうのがあって、もう超リンクしてますね、うん、見る側によっては問題だと思うし、うん、まあ、そこまで騒ぐことでもないけれども、うん、だけど見る人が嫌っていうのもあるよねっていうのがあって、でも、うん、謝罪会見まですることかなと思って、うん、いうのがあって、うん、でそれがなんか妙だなって引っかかってたら、ああこれかっていう、うん、この PFAS のやつを、うん、要は味薄めたかったんじゃないかなみたいな、濃度をPFAS の濃度を薄めたかったために、つまりこういうことか、うん、その玉木デニーさんが国連に行きました、はい、でいろんなこと訴えてました、はいはいはい、でその中で本当は米軍って PFAS とか垂れ流し大変なんですよっていうつもりだったけど、はいはい、あの時間がなくて言えんかった、はい、何でも言える時間あるだろうっていうところを、はい、言われそうなところをこの問題出したことによって中和すると、中和して、うん、で本当は沖縄県も漏らしてましたって言った時に批判をこの軽減するつもりで、ああもうこのタイミングだったのかな、個人的な意見ね、はい、絶対そうです、はい、個人的な意見です、まあ、絶対そうです、まあ、自分はそうじゃないかなぐらいの感じで見てほしいんですけど、だからなんか結局ほらどっかの国、どこの国とは言わないけど、うんうん、自分たちのところでスキャンダルがあったりとかすると、はい、なんか外国に文句を向けるみたいなところがあるじゃないですか、うん、あるもう あの手法なんですよ、手法、その手法、うんうん、じゃないかなと思って、だからこの担当職員もなんかはめられてるのか、それとももう辞めたいものは破れかぶれになってもう辞めるわってやったのかわからないけれども、うん、これはわからないね、うん、あのなんかそんな雰囲気がちょっとにじみ出ているなっていうのが、うんうんうん、まあ、今回のこの、報道を受けてなんですよね。で、まあ、自分ちょっとまとめとしては、うん、真相は分からないところもいっぱいあるけれども報道ベースで言うと、うん、PFAS を含む泡消火剤が漏れてるっていうのはもう間違いないことであって、うんうんうん、それは対処をしないといけない、はいはい、でそれは、米軍とか自衛隊とかに対してばっかりこう言ってる、批判してるけれども自分たちもやってる、うんうん、でもしかしたらそれもっと広いところにあるかもしれない、例えば、うん、あの県の施設でも別のところにもあるかもし、うん、知れないよとか、うん、もっと大きな問題であるはずなので、うん、まあ何ていうかイデオロギーで話するのではなくて、うん、そのちゃんとした環境問題として、うん、取り上げてほしいなと。そうだね、うん、まあイメージ的にはそのいわゆるその沖縄のこの報道体制がさ、はい、偏った報道ばっかりするから、うん、そういった米軍が悪いんだ米軍が悪いんだっていう一方的な偏った報道で罪をなすりつけようとしてたら結局お前たちにも返ってきてんじゃんって話になってるよね、はいはい、でまあ、あくまでもこのこれと PFAS の漏出と、うん、あの TikTok の話とかは、うん、関連がもしかしたらあるんじゃないのって、こういうことがあったんじゃないかなということで今回はもう PFAS っていうのはそもそも何かっていうのからちょっと解説をさせていただきました、うんうんうん、なるほど、はい、はいはい分かりました、うん、やっぱりこのなんていうんだろう、世の中に起こっている問題をさ自分たちの都合っていうか思想とかイデオロギーのために、はい、それを使っている現状がもう今回はっきり分かったってことだね、はい、そうですね、まあこれはもう前からあることで、うんうん、あのいろんなものにあって、うん、でまあ、なんか何かをやろうとしたら、うん、イデオロギーを分けて、うん、それをなんか使えそうだからっていうやるとだいたいボロが出る、出るね、うん、でだからこれは本当に勉強になるよ、あ私あの、はい、あの PFAS の話かもしれないけど、はい、聞く、はい、そういったものが、はい、全部今まで悪用されてきてるんだよっていうことが今の話でやっぱ繋がりますね、点と点がね、はい、もう、うん、本当に言うなれば悪用みたいになってるので、はいはいはい、これはこれ、うん、それはそれってやらないと、うんうん、問題は解決しないはずなのに、うん、それが基地問題とかそういうのの目的のためにこう歪められると結局いいことないっていう、うん、ないよ、うん、
もうマイナスでしかない。そうですね、うん、問題はまず解決しないので、うんうん、まあ、それはそういうのは今からはやめた方がいいよねっていうのが、うん、まあ、私からの提案です。おそらくいろんな手をつんだかって、またいろんなブーメラン投げてくると思うけど、まあ、そうですね、うん、もうだんだんそういう風になってくると思います。うん、使える手は何でも使えってなってくから、もう、うん、なんとか節操ないって言ったらあれだけどなってくるんじゃないかなっていうふうに、うん、私はもう一度言いたいんですけど、インチキは私大嫌いなんですね、はい、インチキに加担することも大嫌いなんですよ。騙されることも騙すことも嫌い。もしそういったのに流されてしまうと、知らず知らずのうちに自分も嘘のピクサーならぬユクサーになってしまう可能性があるから、はい、気をつけた方がいいよという私の感想ですね。だから、まあ、私がこう言ってるのも全部完全な専門家ではないので、うんうん、まあ、全部を鵜呑みにしないで、そうだよね、こんなのもあるよねっていうので四者択一して、うん、情報っていうのを、そうですよね、はい、1個だけ偏った翼で飛んでたら、はい、1箇所だけぐるぐるぐる回ってまっすぐ飛べないですからね。ちゃんと両翼を持って、はい、バランスよくいないといけないですよね、人はね。そうですね、うんうんうん、もうまさにバランスだと思います、うんうん、はい、まあ、そういうお話で今日は PFAS の、はい、問題の、いや勉強になりました、はい、いやいやいや、佐久間先生ありがとうございました、こちらこそ川上先生にもっとたくさん教えてください。はい、はい、ちょっとお恥ずかしいんですけど、ね、はい、私も勉強中ですから、皆さん一緒に勉強しましょう、はい、声を上げるべきもう時期に来てますから、一緒に声を上げましょう。いや、ダメなものはダメだと言える人になろうぜ、私はなってるからね、はい、うん、そんな感じで、はい、締めたいと思いますので、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。